はい、第204回、始めます、もう6時過ぎたんでこれで最後にしたいと思います。あとは明日も休みなんですね。で、2022年9月12日これちょっと喋って帰る最後のお話はこれ文春オンラインからですね、特集班。あんまりね、これ本当私男ですけど、男が読んでも恥ずかしいと。でこれからもうこれ本当にね、もう顔が真っ赤になっちゃうような話です。何か、巨人の坂本選手の何なんでしょうこれ、なんていうか本当にお恥ずかしい話ですね。坂本選手と英子さんのお話なんですけど、まあね、 LINE の内容、 LINE、なんだ SNS の LINE です、 LINE の内容がもう赤裸々に出てるということで、ちょっと読み上げるのがね、読んでびっくりですよ。まあでもこれ坂本選手、これ私あんまり詳しくないですけど、野球もね、まあ昔は野球見てましたけど今もう全然見なくなって、坂本勇人選手ですよね、これもう長いですよね、ジャイアンツの、私まだ見てた頃じゃないかな。で、まだ入団して間もない頃だったんで、もう、注目されてた若手で、で、見ると、未だに現役なのかな、こんな記事出て、本当にこれ独身なのかな、この人っていう。性行為のたびに3万円でアフターピルをっていうことで、巨人坂本勇人選手、33歳、元交際女性に中出しダメみたいな LINE をしてたみたいです。髪も引っ張りたいとか、うわっていうね。まあ、坂本選手との一件で、A子さんは塞ぎ込んでしまったと。で、見るに耐えなくなって、みるみる憔悴しきって自殺未遂を A 子さんは起こしたと。で、最悪の事態も頭によぎりましたということで、 A 子さんの親友が、まあこの A 子さんの親友っていうのはまたどういうあれなのか怪しいんですけどね、口から坂本さんと A 子さんの話が出てきたと。で、その時 A 子さんにこれ LINE 見せてもらったんだろうな、この親友が。それをそのまま文春に垂れ流してっていうことで、まあ有名人も大変だけど、この坂本選手、女癖が悪いというか、なんていうか、まあ坂本選手、言わずと知れた日本球界を代表するスター選手、2007年読売ジャイアンツに入団後、ベストナイン7回、ゴールデングラブ賞5回、2019年 MVP、数々の輝かしい功績を残していると。で、2021年、去年か、の東京オリンピックでは金メダル獲得の中心選手ということで載ってます。で、一方で、まあ、こんなにね野球では華やかな結果残している人なんだけど、2015年のフライデー3月6日後、宮崎キャンプ最中に地元のキャバクラの女性を宿舎に呼び寄せて性行為に及んでいた、フライデーに激写されてるんですよね。で、2017年のフラッシュでは、遠征で宇都宮を訪れた際に巨人軍のチーム、メイトラとキャバクラ、またキャバクラですね、訪れ女性従業員にゴキブリとかブスとか暴言を吐きまくっていたと。いやいやいや、キャバクラ大好き坂本選手、まあね、キャバクラの選手宿舎に呼び寄せて性行為とか、まあキャバクラで、ね、従業員にブスとかゴキブリとか、まあこれはね、まあ、たまにいるんですよね、従業員、キャバクラとかの前で、店の中でね、ブースとかいうやついました、私の周りにも。私、キャバクラ、まあ、正直あんまり通ってっていうか、行ったことないです。2軒ぐらいかな、上司に誘われて。私、お酒飲まないんでね、あんまり楽しくないんですよね、キャバクラとかもね。で、ケバい姉ちゃんとか出てきて、あんまり魅力感じないっていうかね、まあ嫌な気はしないんですけど、でも、1回か2回、なんていうのかな、営業の電話かかってきてね、呼び出されて行ったことがあります正直、上野のキャバクラだったんですけど、まあそれはいいとして、このね、まあこの坂本さん、これ独身だろうね、33歳で、何こんな高級取りで独身なの、
まあ英子さんと出会ってなんだかんだいろいろ書いてあるけど、まあ LINE のその英子さんと坂本選手のやり取りだけね、ちょっとかいつまんで読むと、もう本当にね、私も本当赤面ですよ。本当にこの廃屋のもう真っ暗になったところでランタンで懐中電灯この4つも5つも耐えてですね、なんでこんなことを口にしなきゃならない坂本選手と英子さんの LINE のトーク、坂本選手、お口に入れたい、おえおうさせたいまた坂本選手、来たらすぐ入れよ、いい？いきなり苦しいやつ、なんだよこの LINE これを暴露されちゃうっていうね、本当に坂本選手の坂本の性的欲求はさらに過激になっていくと、英子さんの親友はある日を境に、坂本選手の球が外れてしまったようだと感じたと。坂本選手、今日中出しダメいや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 、もう本当に初めての時から坂本選手はコンドームをつけていなかったそうです。でも射精の時は外に出していたと。しかしある時勢いで英子の中に出してしまったこれは本当に習慣なんとかだな中に出してしまったことがあったそうです。恋が終わった後、英子は彼と解散した足で産婦人科を訪れてアフターピルを処方してもらったと。そんで英子からは大丈夫かなと不安に相談されましたと。しかしその事件以後、坂本の要求はさらにエスカレートしていったと。その日以降、アフターピルを飲ませれば問題ないと思ったのか、坂本選手は決まって中出しを求めてくるようになった。坂本、薬面倒くなかったら飲んどいたらなんか怖くなってきた。坂本、今日中出しダメもう帰るわ、暗くなってきたし。最初の方こそアフターピルを飲ませることについて、そんな飲んで体に悪くないの、害はないのと心配してくれたねぎらっていたが、回数を重ねるごとにいい加減な対応になってきたと。恋が終わってすぐまたベッドの上に横たわっている状態で、お前今日アフターピルなと一言で済ませるなんてこともあったと。で、最初はアフターピル代として3万円くれてたが、今日は2万円でいいとねぎられることもあったと。いや、この人年俸多くどころじゃないでしょ、おそらく。何3万円とかケチくさいこと言ってるんでしょうね。うんぬんかんぬん、こういうふうにいっぱいですね書いてあるんです。まあこれぐらいにしときます。まあ独身の、人だったらまあしょうがないのかなと。まあね、 LINE だからね、これほんと外に漏れるとこやって恥ずかしいけど、ね、仲良しの恋人同士の2人だったらこれぐらいのラインもありなのかなっていう感じするけど、これ外に出ちゃったら立場ねえよな坂本選手も。なんか逆に同情してきたわいや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 、まあね、これじゃ結婚しない方がいいわな。結婚してもこの女遊び、キャバクラ前は止まんないんでしょうね。なんなんだろう、最初はひどい男だなっていう感じで読み出したら、最後の方は同情しちゃって、男は悲しい生き物よね本当にって言ったらまた怒られちゃうのかな。なんでこれ最後、これもうね、明日ね朝早くちょっとお医者さんなんですよ。で、午後からまた歯医者さん。今日本当はね、今日だと思ったら明日だったんですよ予約が。だから今日4000円取られたんやけど、明日もまた歯医者、その上午前中はちょっとした医者、医者2回行って、もうちょっと喋ることあるんだけど、今日の締めはこの坂本選手の LINE、 お恥ずかしい LINE の内容で終わりましたということで、なんだ、今チャンネル登録5人ですよ。こりゃしょうがないかな、こんな真っ暗なとこでやってるんですね。しょうがないんだけども、できたらチャンネル登録お願いします。ありがとうございます。失礼します。帰ります。